皆さんこんにちは。人生ハードモードチャンネルご来店ありがとうございます。今ですね、東京ディズニーシーのミラコスタ通りに来ております。今日はですね、ミラコスタ通りの上に見えるあちらの窓の部分、皆さん見えますでしょうか。あそこの窓の場所まで皆様をご案内したいというふうに思います。意外とですね、見過ごしてしまうこの窓が見えているところ、実は宿泊者じゃなくても行けちゃうんです。この動画ではディズニーシー、ディズニーランド関連の役立つ情報を日々発信しておりますので、よかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは早速窓の場所まで行ってみましょう。こちらはミッキー広場です。メディテレニアンハーバーを正面に右手の方向に歩いていきます。まっすぐ歩いていくと右手にホテルミラコスタの入り口がございます。先ほどまでね、イッツクリスマスタイムのショーがやってました。ちなみに私のお気に入りのチャンネルで、ディズニーのショーパレを踊ってみたシリーズ、これを投稿しているチャンネルがあります。チャンネル名まだ正式決定しないようで、現状は仮 IMP07 というチャンネル名でやってるみたいです。こちらのダンサーの皆さん、すごくね、半端ないです。めっちゃレベルが高い。僕もね、動画編集するとき、いつも彼女たちの動画を流しながらやってます。キレはあるし、息はぴったりだし、で衣装もね、自分たちで作られているようですごく可愛いし、皆さんもぜひよかったら見てみてください。さて、ホテルミラコースターの入り口に入りました。このね、さっきの小さなゲートが出入り口です。ここから出るときは必ず再入場のスタンプをもらうようにしてください。じゃないとね、また戻るときに戻れなくなっちゃうんで。ミラコースターに入ったらこの階段を上がってください。で、ちょっとここのね、広間というかスペースに出た後、さらにもう一回階段を上ります。で、さっきのように階段のところには窓があって、そこからショーを見ることができます。音は小さくて迫力には欠けちゃうんですけども、なかなかよく見えるんで、皆さんもぜひ行ってみてください。あったかいし、結構ね、快適に見れます。さて、ミラコスタのロビーに着きました。続いてはですね、右手の方向に進みます。右手方向に進んでいくと通路が見えてくるんで、そこをね、まっすぐ進んでください。そう、あちらの右の方に見えるこちらの通路ですね、こっちを進んでいきます。で、先ほどご紹介した仮 IMP07 というチャンネルですけれども、 Twitter とね、インスタもやってるみたいです。で、僕もツイッターとインスタフォローしてるんで、最新のアップロード情報とか手に入れられるんで、ぜひ皆さんも見てみてください。はい、ミラコ通りの上の窓の場所に到着しました。こちらがですね、さっき見えていた窓の一番端っこの部分です。ちょっとお隣に移動しますけども、こちらが中心の窓の位置、このさっき下から見えていた窓になります。私がさっきオープニングで立っていた場所は、あそこですね、あちらに見えている柱付近のところ、こうね、人の通りを上から眺めることができるすごい穴場のスポットです。こんな感じで見えちゃいます。とで、ちなみに反対側にも窓があります。あちらの窓です。ちょっとね、窓がすりガラスというか白くなっちゃってるんで、はっきりとは見えないんですけれども、アクアスフィア方面の景色を見ることができます。見えますでしょうか。なかなかね、パークの様子を上から見ることってないんで、かなりおすすめの穴場スポットだと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。ミラコスタ通りの上にある窓の場所、なかなかね、気づきにくいところにありますので、なのでね、知らない人もたくさんいると思います。友達とかね、家族とかに教えて連れて行ってあげてはいかがでしょうか。
人生ハードモードチャンネルではこんな感じでディズニーシー、ディズニーランド関連の動画を日々アップしております。よかったらね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。バイ。